エリシオとは、フランスの競争馬及び、シュボバである。第75回外戦門賞、サンクルー対象連覇など、G1 を保証。1996年ジャパンカップにも参戦した。1996年、カルティエ賞年度代表馬、最優秀3歳馬、最優秀3歳ボバ。1996年3月のデビュー戦で10馬審査で、勝利、続く、 ノアイユ賞も勝利したことで、一躍、クラシック戦線へと踊り出た。自走ルパン賞も制し、3連勝で G1 を勝利した。ジョッキクルブ賞では一番人気を集めたが、ラグマーの5着と断敗。この敗戦で、主戦騎手だったドミニクブフは下ろされ、自走からは、オリビエ・ペリエが手綱を取ることになった。サンクルー大賞では、コバ初対戦ながらも、競合スウェインを相手に逃げ切り、 9月のニエル賞も、制して臨んだ、外戦門賞では一番人気に、支持されると2着ピルサドスキーに5馬審査をつけて優勝した。ペリエがゴールよりもはるか手前で、ガッツポーズを始めるほどの楽勝だった。この喫茶は、外戦門賞において、リボー、シーバードがつけた6馬審査に次いで大きな喫茶であった。その後日本に遠征し、ジャパンカップに参戦したが、 シングスピール、ファビラスラフィンに交わされストラテジックチョイスとの三着同着に敗れた。この年の活躍が評価され、カルティエ少年度代表馬、最優秀3歳母馬最優秀3歳馬に選出され、インターナショナルクラシフィケーションでは、シガーの135ポンドに次ぐ134ポンドが与えられた。翌年1997年には、 ドバイワールドカップへと参戦する予定だったが、集中豪雨でレースが延期になったことにより出走を取り消した。その後はガネー賞、サンクルー大賞と G1 を連勝し、キング・ジョージ6世・六世クイーン・エリザベス・ダイヤモンド・ステークスへ駒を進めた。この競争は、エリシオの他にもピルサド・スキー、シングスピール、スウェインといった有力馬が集まり、ザ・レース・オブ・ザ・ディケード、と称される。 ハイレベルなレースとなった。ここでも、エリシオは一番人気に支持されたが、結果は、スウェインとピルサドスキーに続く三着であった。その後、距離の壁を越えて、マイル戦、ムーランド・ロンシャン賞にも挑戦し、フッツニ戦ギニーバのデイラミに先着して、当時の世界最強マイラーである、スピーニングワールドの二着に入った。連覇を狙った。 外戦門賞で分かったパントレセレブルから七場審査の六着に、敗れ、このレースを最後に引退、シュボとなった。外戦門賞で、ペリエは、大逃げという戦法を選んだが、ペリエは、後のインタビューでこの戦法について、日本で起乗していなかったら、このような大胆な戦法を取ることはできなかったと、語っている。1997年にヤシロ大グループによって、購入され、 初年度からチューリップ賞優勝馬ヘルスウォールをシャトルシュボバとしてつなぎようされたオーストラリアではコーフィールドギニービクトリアダービーローズヒルギニー優勝馬エレナスを出した。だが日本国内では思ったほど成績が伸びず2005年5月に北アイルランドへと売却された。その後ポップロックがメグロ記念を制し 5G1 メルボルンカップと有馬記念で2着に入る活躍を見せている。2013年10月9日、心臓発作と思われる症状により死亡。ポップロック、ジャパンカップにおける外線門章場の最高着順である。96年の外線門章場、エリシオ死亡。デイリースポーツ。2013年10月10日閲覧。エプソムアーロン。ジャビスサーチ。 公益社団法人日本経手場協会。2015年7月22日閲覧。ユーロビート。ジャビスサーチ。公益社団法人日本経手場協会。2015年7月22日閲覧。オーケンムーン。ジャビスサーチ。公益社団法人日本経手場協会。2018年4月30日閲覧。ABC。決闘情報。 五大決闘票エリシオジャビスサーチジャビスサーチ公益社団法人日本軽手場協会2018年11月17日閲覧 ABC エリシオの決闘票 NETKEIBA.com 株式会社ネットドリーマーズ2018年11月17日閲覧ありがとうございます